あのなんかねネットビジネスを始める時に、まあ、なんかこうやったらいいよっていうアドバイスが一番最初に聞けたんですけどもまあ例えばね難しいことと簡単なことがあったら難しいと思ってることからやった方がいいよっていうふうに聞いたんですよ。えそれどういういこととかなと思ってねでさらに話を聞いてみると、えー、例えばね、うん、なんかこうセミナーってのがあるとじゃあいきなりセミナーやりましょうっつったら難しく感じるけどもじゃあ食事会ランチ会をやる っってなったら結構気軽にねできるんでですよねでランチ会をやってオフ会をやって勉強会をやって「はいセミナーでしょみたいなねでセールスみたいな流れだと思うんですけども、まあ、それでもいいんだけどもでもねぶっちゃけ「セミナーもも食事会も同じですよとおーい人来いよ」って集めて集まったらそこで集まってねなんかこうやるというの同じだと。 タイトルの付け方と自分の気持ちが違うだけなんで、だったら最初っからセミナーやりますって集客してみればいいんだよって聞きましたね。で、セミナーやりますよってやって、一人でもいいから来たら、もうセミナーができるってことは、食事会もオフ会も、なんか楽勝だってことらしいんですよね。確かにそうだなと思いましたね。段階踏むよりも一番難しいんじゃないかなと思うことをやってみると、ダメでもともとだし、まあ結構ね、ちょっとでもかすったら結構大きな自信になるってことなんですよ。 で私はいきなりセミナー始めたんですけども,もう50人来てくれましたね最初はねそんな思い出がありますねで価値のあるものないものっていう話でしたけどもそうカモのねカモちゃんの動画がものすごい人気だよとかヒヨコとかねもはやもう人間が出なくてもいいという <laughs> まあそういったのを近所で撮るとか動物園行くとかなんか夕日をね撮るとかねなんかその周りにはいろんな価値のあるものが溢れてるんですよね じゃないですかね。周りに価値があるものがありませんっていうのは変ですよね。みんなお金を出して買ってたりとか大事にしてるものがたくさん周りにあって価値があるものばかりだと思うんですよ。だそれをどういうふうに自分が切り取っていくかっていうことなんですよね。まあ、例えばかっこいい車ばっかりをね、こう、取っていくとか。あちなみにね、えー、西村康利元コロナ大臣ってのがいたんですけども、自分のその、メブロかなんかのブログを持ってたらしいんですよ。そこにですね、あの、 なんかこう閣僚時代にあっちこっちの国に行ってで思ったことを気づいたことをまあブログに書くんですけどもその中にね世界で見かけた美人のコーナーみたいなのを作って隠し撮りした写真をいっぱい掲載してたらしいんですよ。でそれで怒られるみたいなね。うん、まあでも、ね、そういったあの街で見かけた可愛い子みたいなジャンルで法的とかモラル的には問題があるけどそれで集めるっていうのは一つの自分には持ってない価値を ちょっっと他者から借りてきててきつつののね、コンテンツ価値あるコンテンンンテテツ、ツるるにするって一つの方法ですよねも、まあ、あんまり名誉なことじゃないんですけどもその西村大臣はそれをやったことによって叩かれたことで有名になったというねそんな経緯さもありますしこの前西村大臣は「コロナとの死闘」とか言って本を書いてねむちゃくちゃ怒られてましたねバッシング受けてましたね9割ぐらいが低評価みたいな9割以上コロナと戦ったのはお前じゃねえんだみたいな何ドヤ顔で言ってんだよみたいなねありましたね で、そういう、その、コロナとの死闘っていう本についた、レビューが今度価値を帯びるみたいなね。私もレビューは見に行きましたから、本は見てないけど。まあ、そんな感じで、価値っていうのは、様々、いろんなところに落ちているなと感じる、今日この頃でございました。じゃあ、いってらっしゃい。